こんにちは、すんなもんです。メタンです。今日は全員のポケのモチーフを解説していきますのだ。全部で33種類いるのでテンポよくいきましょう。随分たくさん増えたわね、犬ポケ。図鑑番号順にいきます。まずはガーディ。ガーディは特定の犬種がモチーフというわけではないのだ。でも名前から番犬がモチーフであると推測できるのだ。バニポケでジューサーさんが警察犬として連れていたから番犬で間違いなさそうね。あとこの立ち姿から狛犬もモチーフなのではと言われているのだ。狛犬もいわば神社の番犬ですからね。そしてヒスイガーディは沖縄のシーサーがモチーフ。くるくるしてる体毛がまさにシーサーって感じね。そのシーサーらしさは進化系のウィンリにも受け継がれているのだ。ちなみにウィンリは通常の姿もリジョンフォルムも犬モチーフというよりはいろいろな伝説の生き物を足した感じのデザインになっていますね。だから伝説ポケモンだったのね。続いて紹介するのはブルーとブランブル。名前と見た目が示す通りモデルとなった犬種はブルドッグなのだ。ブルドッグはイギリス原産の元同犬で、噛んだら決して離さない短くて強靭な顎が特徴なのだ。ブルーはアニポケでよくニャースの尻尾に噛みついて離さなかったわね。これがあの下りの元ネタだったのだ。へえ面白い。そしてブルーグランブルのもう一つの元ネタはスコットランドの妖精クッシーなんだけど、そちらについてはこちらの動画で詳しく解説しましたのだ。皆様もよければ見てみてくださいね。続いてはデルビューとヘルガー。元ネタとなった犬種はドーベルマンですね。体の模様やスレンダーな体つきがそっくりね。そしてもう一つの元ネタがこちら、イギリス発の亡霊ヘルハウンドなのだ。昔イギリスでは新しくできた墓地に最初に埋められる人は天国に行けないというジンクスがあったみたいなのだ。だから人間の代わりに黒犬を埋める習慣があったそうなのだ。そして埋められたいのは現世をさまよい、そのままその墓地の番人になってしまうのだ。それがヘルハウンドってわけね。そうですね。埋められたことで人間を恨んでいるのか、人を襲う伝承が数多く残されていますね。なんだかちょっと悲しい理由で人に恨みを抱えていたワンちゃんだったのね。次はドーブル。ドーブルのモチーフ犬種は英語の名前からビーグル犬である可能性が高いですね。あんまり面影は感じないけど垂れた耳がそれっぽいわね。ビーグル犬はスヌーピーやグルミットなど数多くのキャラクターのモデルとなっているのだ。モチーフになりやすい魅力的な犬種ってことなのね。続いてはラフライとライボルト。モチーフの犬種は妖怪の雷獣なのだ。犬種が妖怪？雷獣は雲の上で暮らし落雷を落とす妖怪で、姿は狼やタヌキに似ていたと言われているのだ。この特徴的な長い頭は間違いなく落雷のモチーフね。大きさも2尺で落雷と一緒ですね。そんな細かい設定まで再現していたので落雷。続いてはビオルとルカリオ。モデルとなった犬種はアヌビス神なのだ。犬種が神？アヌビス神はシクトの冥界の神様で、ジャッカルが元ネタであるとされているのだ。つまりルカリオは元ネタの元ネタがワンちゃんってことなのね。そういうことそういうこと。ややこしいな。ジャッカルはアジア南部からアフリカに生息するリヌ科の動物で、死骸や骨を食べる様子から冥界の神がモチーフになったとされているのだ。由来はそういうことだったのね、面白いわ。続いて解説する犬ポケはヨーテリーハーデリアムランの一族。ヨーテリーとハーデリアのモチーフはご存知ヨークシャテリアなのだ。毛色と顔のモサモサ具合がクリソツね。小型犬ですが、元はイギリスでネズミ捕りのために開発された猟犬なのだ。ネズミ捕りって猫みたいな犬種ね。そしてムランドはいろいろな犬種をミックスしたようなデザインをしているのだ。毛並みや色合いは前述のヨークシャテリアに似ているし、顔の大きなヒゲはシーズーやマルチーズに似ているのだ。本当ね。そして図鑑説明文はセントバーナードなどの救助犬を連想させるのだ。ムランドは現実の面白いワンちゃんたちを合わせた究極のザスポケモンだったのね。面白い発想ですね。そう捉えることもできるのだ。次に紹介するのはペロッパフとペロリーム。この2匹って犬ポケだったの？そうだよ。モチーフはビションフリーゼという犬種なのだ。まあ可愛い。本当に綿菓子みたいなワンちゃんね。一時は絶滅の危機に瀕していた犬種だけど、フランスの活動家たちの手によって救われた経緯を持っているのだ。だからポケモン界のフランス、カロス地方の新ポケだったのね。そのカロスで登場したもう一種の犬ポケがトリミアンなのだ。モデルの犬種はプードル。これは分かりやすいわね。現実のプードルと一緒でトリミアンもゲームでおしゃれカットを楽しむことができますね。私やったことないけどね。日本では完全に愛玩動物として人気のプードルですが、本来は泳ぎが得意な水中作業犬だったりするのだ。そうだったのね、ちょっと意外。そしてジガルで 10% フォルムのモデルは前述のドーベルマンですね。ジガルでの詳しい解説はこの動画でやったわね。気になる方はぜひ見てみてくださいね。次に解説するのはベワンコとルガルガン。モデルは日本狼と言われているのだ。そうだったのね。日本狼は1900年代に絶滅したとされているのだ。原因は狂犬病の蔓延を防ぐための駆除とされています。狂犬病は人にとって非常に危険な病気だけど、ちょっとかわいそうよね。そして真夜中の姿のモデルはみんなご存知狼男、ウェアウルフ人狼とも呼ばれる半人半狼の生き物で、古くは古代ローマでもその姿が描かれていたのだ。真夜中ルガルガンはなぜか悪タイプがついていなくて単位はタイプなのよね。そうなんだよね。なんでだろう。なんででしょうね。次はワンパチとパルスワンの解説です。犬のワン。犬のワン。ワンパチのモチーフはコーギーという犬種なのだ。あのお尻がフリフリしてて可愛いワンちゃんね。イギリスの王室で飼われていることでも有名ですね。だからガラル地方で登場したのね。そして進化系のパルスワンのモチーフはエングリッシュフォックスハウンドなのだ。名前の通りキツネ狩りのために開発されたとても鼻の良い犬種なのだ。そしてもう一つのモチーフはなんとパルスマンというゲーム。ゲーフリがポケモン以前に手掛けたアクションゲームなのだ。ゲーフリの自社パロディがポケモンになるなんてなんだかちょっと珍しい気がするわ。
次はザシアンとマゼンタ、モデルはオオカミですね。バー見たまんまね。この2匹のモチーフは犬メインというより、アーサー王伝説の方がメインだと思うのだ。伝説ポケモンはそうなっちゃうわよね。今回はワンちゃん中心の解説動画なので、アーサー王伝説についてを割愛させていただきますのだ。こっちはこっちでいずれ解説動画を作りたいわね。最後にパルデアで追加された犬コケたちをまとめて解説していきましょう。レッツゴー。まずはワピモッチとワッツェル。モチーフとなった原種はクスフンドなのだ。あのソーセージみたいに細長いワンちゃんね。穴に潜った穴馬を狩るために手足が短く改良された原種なのだ。そうだったんだ。続いてオラチフとマスティフ。モチーフはスパニッシュマスティフという原種。なんとも言えない表情が可愛らしいわね。もともとは刀剣番犬なため、筋骨隆々で攻撃的な性格をしている原種なのだ。番犬だから特性が番犬なのね。頭が痛いみたいになってる。最後にボチとハカドック。死ぬのはモチーフはカタロニアンシップドッグかエリアードとされているのだ。どちらも目が見えなくなるほど前髪が伸びる犬種なのね。可愛いけど視界不良で事故につながる可能性があるから、きちんと適切な長さになるようお手入れすることが推奨されているのだ。可愛さは大事だけど、飼い主として飼い犬の安全は守りましょうね。犬ポケは毎世代必ず新ポケモンが登場していましたね。次の世代に登場する新ポケはどんなワンちゃんになるのか今から楽しみですね。ワンちゃんの解説を聞いたら猫ちゃんポケモンについても知りたくなってきたわね。猫ポケの動画も近々出します。やった。制作に時間がかかるので首を長くしてお待ちくださいね。ということで本日はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。鬼氷自爆。